グアニジンは有機化合物。強い塩基性を持つ結晶性の個体でグアニンの分解によって得られる。またタンパク質の代謝によって生成し、尿中にも検出される。グアニジンは共鳴により、強約酸の静電化が3つの窒素上に非極在化できるため安定であり、また強い塩基性を示す。結果として、生理的条件においては、 プロトン化されたプラス1かの比、イオンとして存在する。プラスチックや爆薬の原料として用いられる。また水素結合を作りやすい性質から生化学分野においては、タンパク質の編成材として塩酸塩やチオシアン酸塩がよく用いられる。化石燃料に代わる燃料としての研究も進められている。誘導体は有機合成において共演機として用いられる。 グアニジンを含む化合物としてアミノ酸の一種であるアルギニンがあり、タンパク質内で DNA との結合など重要な役割を負う。またアルギニンから生合成されたグアニジンの素を含むアルカロイドが知られており、サキシトキシンやテトロドトキシンなど強い生理作用を持つものが多い。他にニトログアニジンは爆薬として用いられる。近年アルギニンを多数含むペプチドが 細胞膜を容易に透過することが発見され、この作用の源がグアニジの元にあることが証明されている。グアニジの元を多数結合させておけば大分子量のタンパク質や人工分子も容易に細胞内に取り込ませられるため、医薬、生科学分野において応用の期待が高まっている。グアニジン、グアニジンデータ、ありがとうございます。